内藤くんね、なんか倒れたって聞きましたけど、はい。まあ、あとね、ちょっと昨日横浜でゆっくりとホテルで、ちょっと情報が全然あれだから追いつかなくちゃと思ってやっ、あれしてたら、上野がやってたんでね、上野がやったんですけど、あれはちょっとひどいね。YouTube で、なんだっけ、オフィシャル浩二さんっていう人が出てきて、で西山が豆が殴ったとか殴ってないとかあれしたけど、結局尻切れ友みたいになったじゃないですか。で結局新たなポンプだったんでしょ、あれ分かんないけど、1.5 倍でザーッと見ましたけど、それで何がすごいって彼の言った言葉ですよ。俺はだからやりたくなかったんだと。お疲れ様です、風邪で寝込んでる。おマジっすか、届けましょうか、求心届けましょうか、ぜひ心求心求心、お大事にしてください、母さん、ナイス、ありがとうございます。いやそれでいやーとか言って、俺はだからやりたくなかったんだよって、お前それ人をネタにして、お前何にも関係なくで失敗したからってそれはないよねって、すごい印象操作だなと思って、すごいなと思って、もう典型的な見本だなと思って、見させていただきました。あれはびっくりだったね、散々西山をめくるとかわーってめくったれって言ってやってて、ちょっと不発弾だったら俺はだからやりたくなかったんだって、もう責任逃れしちゃうっていうね。いやーご立派ご立派、すごいなと思いましたよ。あ、村瀬さんお疲れ様です。前中のダンさんお疲れ様、トリコロールさんお疲れ様。いやびっくりしましたね、びっくりですよ。皆さん休日いかがお過ごしですか、はい、あ